おはようございます。臨済宗で読む座禅儀という書物があります。禅宗四部録の中にある一冊です。その座禅儀の冒頭に、それ般若を学ぶ菩薩はまずまさに大悲心を起こし、具勢の願を起こし、詳しく三昧を修し、誓って修行をどし、一心のために一人下脱を求めざるべきのみと、こう書かれています。短い文章ですが、この中に般若、菩薩、大悲心、具勢、三昧、下脱という難しい仏教用語が含まれています。出だしのそれは文の始まりを示します。般若は知恵のことです。梵語のプラジュニア、パーリ語のパンニャを音写したものです。知恵の意味ですから、知恵と訳せばいいのにと思うかもしれませんが、単なる知恵ではなく悟りの知恵ですから、知恵とせずに般若と訳したのです。単なる知恵ではなく直感的直象的な知恵のことを言います。お釈迦様が説かれた初期の仏教では、諸行無常、一切皆苦、諸法無我などの真理を見抜く知恵として大切にされています。後に大乗仏教になると、菩薩の修行徳目である六波羅蜜、六波羅蜜の最後に智恵波羅蜜として説かれています。菩薩は元は悟りを求める人という意味でした。お釈迦様が悟りを求めて修行していた頃を菩薩と言いました。後に仏教では、菩薩となって悟りを求めるのはお釈迦様だけであって、その他のものは阿羅漢を目指すなどのだと説かれるようになりました。さらに大乗仏教では、誰でも悟りを求め、自らの下脱と人を救済することを求めるものを皆菩薩と呼ぶようになりました。さらに観世音菩薩や地蔵菩薩のように、仏の位にとどまらずに、この世において人を救済していく菩薩が説かれるようになりました。そこで般若を学ぶ菩薩というところは、知恵を学んで悟りを求めようとするものはということになります。次に、まずまさに大悲心を起こしとありますが、大悲心とは何でしょうか。大悲というのは慈悲の悲のことを指します。慈悲とは慈と悲のことです。慈悲の慈は梵語のミトラ、友という言葉から派生した友愛の意味を持つ言葉で、他者に利益や安楽を与えること、すなわち与楽と説明されます。一方、悲は他者の苦に同情し、これを救済しようとする思いやりを表し、バックと言います。大悲は仏の修行に対する慈しみのことです。さらに、菩薩は他者に代わってその苦を引き受けるとされ、大悲大熟とが説かれます。また大悲先代といって、大悲をもって修行を再度するためにあえて涅槃に入らないという教えもあります。先代というのは成仏できないもののことを言いますが、大悲先代というのは悪い意味ではなく、菩薩が修行を救おうとする慈悲心によって願いを起こして涅槃にいらず悪道にとどまっているものを言います。白隠禅師などもこの精神ですかでした。ですから、座禅しようと思う者はまず人を救っていこうという心を起こしなさいということなのです。具勢の願というのは広大な誓願のことです。菩薩が悟りを求め修行を救おうと誓うことを言います。すべての菩薩に共通した誓願を双願と言いますが、四具勢願はその代表的なものです。三昧は少寿、少寿浪人の少寿とも訳されて、
心を静めて一つの対象に集中し、心を散らさず乱さぬ状態、あるいはその状態に至る修練を言います。下脱は束縛から解き放す意。仏教では煩悩から解放されて自由な心境となることを言います。そこでこの座禅儀の冒頭の部分を訳しますと、そもそも聖なる知恵を学ぼうとする修行者はまずどうしても大慈悲の心を起こし、遠大な誓いを立てて熱心に禅定を収め、迷いの衆生を救うことを誓うべきで、我が身のためにだけ悟りを求めてはならないということであります。自分だけが迷いの世界から逃れてよしとするのではありません。例えでよく話をします。夏になると海に泳ぎに行く人たちが大勢います。動機は様々でしょう。休みの日に楽しもう、息抜きをしよう、親睦を深めようなど、いろいろあることでしょう。しかし海に行ってライフセーバーになる人もいます。その人たちは自分が楽しむためではありません。海で溺れている人を救うために海に入るのです。溺れている人を救うには相当の力量と見識が必要です。そのように臨在の座禅を行うのは自分一人安らかになろうというのではないのです。自分だけの解脱を求めないのであります。苦しんでいる人を救ってあげたいと願って自己を制御していくのです。マインドフルネスをして自分が苦しみから逃れてそれでよしとするのではないのです。体力、気力も蓄えて苦悩している人を救おうと思って座禅するのです。自分だけ救われればいいというのならこんな楽なことはありません。溺れる人を救おうとするには相当の力と経験が必要でしょう。そうでないと共に悲しむと言っておいて悲しみに飲まれて一緒に溺れてしまってはどうにもなりません。この自分を含めて一切の人を救うんだという気概で座ると自分自身の小さな悩みなど気にならなくなるものであります。では今日も姿勢と呼吸を整えましょう。両方の足で床をしっかりとこう踏みしめます。大地に支えられていると感じてよし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら吸いながらぎゅっと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら吸いながらぎゅっと肩を持ち上げ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 ていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで一息強く、と吐き出して口を閉じます。すると鼻から新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下腹に新しい空気がいっぱいにこの満ちるのを感じます。さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなとこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じてただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。